ソロモンよ、私は帰ってきた。よ、私は帰ってきた。よろしくお願いします。毎度です。今回新しいシリーズを作ろうと思って、アニメを書いたことない人、初めてのアニメーション的な、フラッシュアニメ作るノリでやればいいんじゃないですか。まあ、そうですね。そういうのでもいいけど、フラッシュアニメーションする前の基本的な、まあ、ウォークサイクルとか、ジャンプとか、話したり、セリフを話してるところとか、教えてもらいたいです。はい。なので今回はセリフを簡単に話してもらおう。8ですね、基本3コマで1秒間8枚使えれば喋ってるように見えますから、okay. ところで今使っているアプリはフリッパークリップっていうアプリです。大体、まあ、やり方はわからないんですけど、顔を変えて、まあ、話してないところから次の1枚にこんな感じかな、だと話してるように見えますか、何かセリフありますか。ありがとう。ありがとう。ほう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 。じゃあ今日のチャレンジはありがとうを書いてみます、はい、ありがとう。ありがとう。これでやってみます。顔がここにあって、あー顔を書いて、りがとだと少し小さくなるかなと、なんかそうじゃないっぽいですね。喋り出しは閉じ口から始めた方がいいんじゃないですか。ああ、じゃあ最初はそれ入れないと。ありがとう。ありがとう。合ってますか。喋ってる途中に閉じ口を入れた方が自然に見えます。へえ。例えば今 あのフレームズを見て、その 1,2,3,4,5 枚の中で開き口の次に閉じ口を入れた方が、この後に入れるとか、ね、じゃあ入れて、じゃあ閉じて、あ閉じて、りがと、でどうなるかな。お少し、ね、ありがとう。あ、ちゃんとあが、へえ、面白い。初めて見ました。発音するときに一旦閉じ口になってからね、開く言葉ってあるじゃないですか。そうなんですか。書いてください。ね、じゃあもうすでにちょっと勉強になったのは、閉じ口入れた方が自然に見えますね。で、簡単な目を入れて、これが閉じた口ですね。うん、そうですね。これをコピー8枚最初に作って、これをね、そうなんだ、やっていけば口だけ直していけばじゃあ8枚にしてから、はい、やっぱりそうですね、でこの前みたいに一応ナンバリングも書かなきゃいけないから、あ、そうですね、1、1は閉じた口で、2枚目はあの形ですね。で3番はもう一旦閉じ口になって、じゃあ次は4番、そして閉じた口でり、歯が見えてる、あ、歯が見えてきますね。5枚目はがかな、そうですね、大きな口の方がいいかな。あ、さっきのね、この2番の大きな口と同じでもいいんですけど、まあこの場合書いちゃいましょうか。じゃあ、あとがは違わなくてもいいけど、今回は少しだけ小さく書きました。で、6も一応閉じ口にしとこうかな。で、りが閉じた口と、まあ、日本のアニメの場合はもう開き口と閉じ口とその中間の3枚を駆使して喋ってるように見せてるんで、その3枚だけですか、うん、はいはい。へえ。まあ時々ここはこの口の形が欲しいっていう時は原画で用意しますけどね。ああ、じゃあ必要な時は入れてるんだけど、基本は3パターンで入ってます。そうですね。へえ、うん、じゃあ別に「お」のすごい丸くなってる形じゃなくてもいいんだ、うん、3枚しかないんで、うん、基本ランダムにやっていくしかないんですけど、ランダム ?123 をランダムに配置していくと
自然と喋ってるように見えるんですよ。外国のアニメーションの場合は ABCDEFG あたりまで口の形があったと思うんですけど、全部書いてるのにアニメだと本当にランダムに入れてますか？結構ランダムです。じゃあどういう風にタイミングを決めてますか？今は8枚を書いて、まあ、1秒となってるんですけど、うん、まあ、結構ゆっくりめですよね。ありがとう、ありがとう。普通に言うと半秒なんだ。じゃあ4枚で表現しなきゃ。そうですよね。じゃあそうすると4枚の中でその3つのパターンをランダムに見せてるんですか？早口で喋ってる時は2コマ打ちにしちゃったりもしますけどね。あー、そっかそっか。1秒の中で30枚があるから自由にいっぱい入れても大丈夫ですね。再生してお願いします。はい、あー、じゃあこれだとありがとうで十分なんだ、うん、へえ。私フラッシュアニメーション少し勉強した時に、うん、確かにすごいパターンが全部書かなきゃいけなかった。 F とか R とか M とか全部の形、伸ばすところはやっぱり空き口とかでちゃんとね、引っ張っておかないとそれっぽく見えないけど、うん、まあ、やっぱりそうですね。じゃあもう一つのパターンを書きましょうか。もう少し長いセリフにしましょうか。じゃあまずは顔を、あ、まあその前にセリフを決めましょう、うん、じゃあこれはペンですかって大丈夫ですか？うん、その文法にもなってないような日本の間抜けな中学校の教科書の文章のような。じゃあもう少しアニメにあるらしいセリフ。ソロモンよ、私は帰ってきたとかね。それよ、ん？それん？ソロモン？ソロモン、ソロモンよ、私は帰ってきたって言って核弾頭を打ち込むんですよ。それにしましょう。ソロモンよ、私が帰ってきた、私は帰ってきた。じゃあ3つのパターンだと、まあ、閉じ口、うん、中口、開き口で、これだと歯が見えてる、見えなくていいんですよ。見えなくてもいい、うん、で開いてる、一番大きく開いてる。で本当にこれでいいですか？この3つ。そうですね、本当にこれでいいですか？うん、まあ中口はもう少し開いた方が、あ、そうですね、それぐらい。おお。で基本の形は大体合ってますか？こうよりもこうですか？漫画的ですよね。その3つのパターンを書いてもらえますか？角度もあるけど。あ、じゃあまあ正面だと。正面だと。まあこんな感じでしょうかね。わかりました。ソロモンよ、私は帰ってきた。はい、どれくらい2秒か。順番的にその長さを決めてからやるのか、まあ、適当に言葉全部。感情の入ったセリフだから、うん、先に尺を決めておいて、それに当てはめていきますよね。うん、ストップウォッチ。あ、ストップウォッチ。今24コマ1秒とすると、2秒18コマですね。2.75。順番的に何をすればいいですか？まあ、3パターン口の形を書いて、ランダムに入れる。そうですね、その3コマ撮りで。2秒18コマだから21枚。よし、それ先にやりましょう。はい、22枚にしときましょう。18コマだから22枚。じゃあ顔を描いといて、それを22枚、7、8、9、20、21、22、はい、で戻ってナンバリング1、21、22、はい、できました。最初閉じ口から。じゃあ閉じた口で、ソロだと1枚閉じた口入れた方がいいかな、うん、でソロ、また閉じた口ですね、うん、実際動かしてみてちょっとくどいなと思ったら、ね、他のにしちゃえばいいし。あ、ソロもで、これ中くらい大きさすればいいかな。ソロモンよの方が伸ばしますよね、うん、まあ閉じ口、あ、開き口の次に閉じ口を持ってくるとちょっと急に終わっちゃうんで、あ、中口を挟んで閉じ口に戻すとか。あ、なるほど。じゃあここにそのもう少し小さくなって、で閉じた口、わたし、じゃあこれもわとた、うん、の、あ、ダメなんだ。ソロモンよって今言い切ったでしょ。その後次の言葉が始まる前にドレスがあるんですよ。だから閉じ口でいいんですよ。
あ、じゃあ閉じ口何枚入れようか。そうだな、ソロモン4、うん、11枚目までは閉じ口で、まで。あ、じゃあ閉じ口、今は9、10は閉じて、うん、で11も閉じて、で12からまた始めて、ね、いいんだ。2枚くらい閉じた口で、で12から私は閉じた口で ですよね。まあ、あのランダムでやればなんとか見えちゃうんで、どうでもいいんだけどね。じゃあ閉じた口とか、うん、ちょっとダメですけど、もう一枚作ってきます。作っちゃおう。23。なんかまあ早口だから3個まで追っていくと、あ、じゃあ2コマ取りずれちゃうんですよ。うーん、ただ3コマでも見せられるんで、そこはランダムに配置することで喋ってるように見せるんですよ。ああ、じゃあこれでいいから。だから縛られちゃダメなんですよ、言葉に。口の形よりタイミング守った方がいい。そうですね、そのいいですね、セリフの、ね、長さを。じゃあやっぱりこれをなくてもちゃんとタイミングを守って再生してみましょう。できたかな。、うん、まあ喋ってるようには見えますよ、ね、よし、 やってみる、はい、ソロモンよ私は帰ってきた、うん、ソロモンよ私は帰ってきた。そう、全然できてない。1秒に4枚の速さでやりましょう、うん、ソロモンよ私が帰ってきた。なんか声優の仕事の難しさが今感じてます、ね、無理やり入れなきゃいけないところがいっぱい来るでしょうね。だいたいあのカッティング、あの編集を済ませて声優さんがあのセリフを入れるときに、うん、まあだいたい完成なされたフィルムなんて出来上がるスケジュールでもないので、そのキャラクターごとにこういう丸が出て、この丸があるときはセリフ喋ってて、それが消えるとセリフなしって、そういう、ね、面倒なことやってもらってるんですよ。面白い。じゃあお願いします。同じセリフ書いてもらえますか。はい、じゃあさっきみたいに22枚先に作りますか。そうですね、顔の形をパイロットっぽいですね、うん、まあポーズはこんな感じで、力の入った感じで。、うん、22ですね、はい、OK。じゃあ1枚目に戻って、あ、なるほど、閉じた口が歯が見えた感じなんだ、うん、で2枚目はそのままで、3は変えるんだ。じゃあ今だと閉じて開いて閉じてとなってますね、うん、ちょうどな、今書くから書くのが中口だから閉じ口と開き口の間なんですけど、うん、じゃあこれは間くらい。じゃあタイミングを守るために大体何を意識しながら書いてますか。最初に測った尺を守って適当に詰め込んでいく、うん、話しているシーンだと原画にも口を書いてますか、うん、あのセルを分けてるんですよ、うん、体は止めでセリフは上から乗っけるんです、うん、この場合。じゃあ原画を書く人が決めるんだ、タイミング。そうですね、原画でこういうのでどうですかって最初決めて、演出がそれを見て、じゃあこれで OK、 じゃあもうちょっとここのタイミングは変えさせてくださいとか、そういうチェックを経て、あ、8、9、10は全部閉じた口。そうですね、じゃあそれはソロモンよの後の、うん、ブレス、うん、体と頭1枚書いて、口は3パターンを書いて、でタイムシートに入れます。それに記入すれば他の人が見ても分かるんですよ。うーん、とまあこんな感じかな。おー、コピーしてもう2枚ぐらい帰ってきたーで伸ばしてるから。ああ。じゃあ1に戻って再生しましょう。お願いします。はい、ソロモンよ私は帰ってきた。ソロモンよ私は帰ってきた。面白い。で本当に文字ずつ形は考えずランダムに入れましたか。そうです、最初と最後をさえ守ってれば
帰ってきたで、ね、あそうなんだ空いてるから、そこら辺押さえておけばそれっぽく見えちゃう。タイムシートにどういう風に見えるんですか。まあこんな感じでタイムシートに一番下から重ね順々に重ねていくんですけど、うん、まあ1ずっと、ね、伸ばしていくでしょ、うんうん、まあ閉じ口を1、うん、中口を2、開き口を3とすると、うん、まあこんな感じで、この丸は何の意味ですか。ん、原画を表す。2は中割りで動画さんに作ってもらうんです。あーなるほど。へー、じゃあ1と3だけ書いてる時もありますか。そうですね、まあ、原画を書く時にこれを、ね、セリフの B の1、2、3丸してるから閉じ口で、まあ、これが開き口っていう意味で統一してますけどね。でちゃんと用とか伸ばしてるところをちゃんと3、3、3とか、うん、書けばいいんだ、うん、へー、タイミングを守らなきゃいけないことがはっきり分からなかったから、うん、適当にソロモンヨ全部文字を書いといて、後でタイミング全部なんかデジタルで調整してもいいと思ってた。まあ個人でアニメーションを作ってる人はね、あの一人でどうとでも動かせるから、うん、まあお好きなように確かにてもらえればいいんですけど。確かにそうですね。まあ日本のテレビアニメーションとかはあのビジネスなんで、そうね、お仕事なんでそう、ね、みんなでね決まり事を作ってこれでいきましょうってやらなきゃいけないんですよ。素晴らしい、本当に勉強になりました。はい、ありがとうございます。毎度。ではみんな、他にもアニメーションのチュートリアルとか動画チャレンジはいっぱいありますので、ぜひチェックしてください。あと登録お願いします。バイバイ。バイバイ。